アイサイユーチューブ、アレンとハルキとオブヤとタカと太陽とスカイとトウユです、とショウヤです。ということで今日はイケオスバーベキュー、イエーイ。今日はビーチパーティーということで、ジュニアの方からビーチフラッグと、なんだっけ、ドッジボールと、あとは持久ボールか、持久ボールとか、水ボディで大人と勝負したいみたいなんで、それをメインで、ね、頑張っていきましょうか。はい、じゃあ意気込みをどうぞ。ビーチフラッグ優勝します。だいぶ終わったけど、お疲れ様でした。いや、厳しい。もっと開けて。あ、おるわ、買ってきた。はい、紙、井上さん、紙取ってください。
ジで神がかりかやばいな。どうも、おいしい。お、何食べてる。焼きそばの麺だけと焼肉。焼肉、なんで野菜、野菜食べない。野菜も飲みたい。おいしい。ソヤはおいしい。太陽は何食べてる。あれ、インコだ。何だったっけ、名前。カオです。カオ。何かしら。よっしゃー。おー、大丈夫じゃん。最後はい、せーの、はい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 、あの、チー出したらこれ使えないけど大丈夫。はい、はい、はい、1、2、3。やばいやばい、壊れてる。続きまして、ビーチフラッグ対決。一番になった人はお菓子あるんだったっけ。うん、ごめん、5キロ。豪華だな。いっしょ。うまい棒くらいかやと思った。じゃあ、じゃあね、最初に2でやって、勝ち残りで最後に決勝までやった。トーナメントでやった。誰が勝つの？誰勝つでしょ。兄弟対決だな。
さすが余裕ですね。
はい、ということで結果発表です。じゃあ3位はまだリキオスにも入ってる、はい、入ってるかもしれない。はい、宮城海君です。はい、そして2位は具志堅君。惜しかったやつ。これ勝ったら次のダンスだった。じゃあさすがですね。1位はこの方です。こんな方。さあ、一言キャンプ。これあれだ、合宿で取り入れた。あ、やばいよ。やばいですね。走り込みみんなで。じゃあみんなでこれ調整して、調整して。もう一回やりましはい、皆さんお疲れ様でした。今日はですね、レキオスのミュースパーティーということで、ジュニアと今年やってやったら3年ぶりにミュースパーティーして、ジュニアがいろいろできたからね、もうほぼこれしてほしいと思います。次また何かでリベンジしてください。ジュニアの優勝スケートが優勝したのはあれは ハハハハ。